台湾問題。中国の侵攻に備えるため米軍が台湾駐屯を検討。中国は猛反発。台湾と沖縄ってオセロで言うと角なんだよな。両角取られれば中共の負け確定だから、そりゃ必死になるわな。ニューズウィークの記事から。米海兵隊のウォーカー・ディ・ミルズ大尉は軍事誌ミリタリーレビュー最新版で、米軍は台湾に駐屯すべきだとする論文を発表。これに中国共産党機関紙系の環球時報の編集者コ・シャクシンがツイッター上で強い反発を表明した。ミルズは論文の中で、東アジアのパワーバランスがアメリカや台湾から中国寄りに傾きつつあると指摘。アメリカに台湾の主導権を守る決意があるならば、台湾に地上軍を駐屯させることを検討すべきだと主張した。論文の中でミルズは、現在のパワーバランスでは台湾への奇襲攻撃の可能性がより高まっていると警告。米指導部は中国との意図的かつこれまで以上に世界規模に及ぶ紛争に反対する国際的圧力に勇敢に立ち向かうべきだとの考えを述べた。人民解放軍の攻撃に対して米軍が迅速に対応できないとしたら、残された道は2つ。 PLA があっという間に台湾に侵攻するのを受け入れるか、時間もコストも代償も伴う上に成功の保証もない作戦の遂行を余儀なくされるかだとミルズは書いている。これに噛みついたのが、中国政府内でもより強硬派の見解を反映している環球時報の子だ。彼はツイッターにミルズの論文のタイトルを投稿し、アメリカと台湾でこのような考えを持っている人々に警告するとコメントを添えた。米軍が台湾に戻れば PLA は中国の領土を保全するための正義の戦いを始める決意だ。中国には反国家分裂法があるとコア続けた。2005年に制定された同法は、台湾が独立を宣言した場合、中国政府は台湾への武力行使も辞さないと予告するものだ。このコメントと時を同じくして、中国は大規模な軍事演習を実施。中国軍の複数の戦闘機が停戦ラインである台湾海峡の中間線を越えて台湾の防空識別圏に入り、台湾が中国に警告を発する事態が発生していた。台湾国防部はこの一件について、一つの中国政策の下で台湾を吸収しようと考える中国本土による嫌がらせであり脅しだと非難した。アメリカは1979年に制定された台湾関係法で、台湾の防衛に協力することがアメリカの義務であると定めている。米バックネル大学国際関係学部のジュ・チュエンチュ教授は、このツイートは無視できない。もしもアメリカが本当に台湾に部隊を配備すれば、米中関係は大きく変わり、米中間の軍事衝突が引き起こされることになるだろうと指摘。中国政府から見て台湾への米軍配備は米中関係の根底を覆す行為であり、反国家分裂法を侵害する行為だ。それは戦争の大義名分になると本誌に語った。米地上軍を台湾に派遣するという提案は問題の複雑さをひどく過小評価していると指摘し、さらにこう述べた。台湾問題は軍事的に解決できる軍事問題ではない。この問題は歴史や政治、外交、経済、安全保障や大国同士の対立などが絡み合った複雑な問題だ。ロンドン大学東洋アフリカ学院中国研究所のディレクター、
スティーブ・ツァンはアメリカ政府が台湾に米部隊を配置することを計画している兆候は今のところないとの見解を示し、この警告が必要なあるいは理にかなったものには思えないと語った。中国と台湾の間で緊張が高まる中、アメリカが台湾国防軍との協調協力関係を強化していることが見て取れる。だが協調協力関係が強化された合同軍事演習が行われたからといってアメリカが台湾に部隊を配備するということにはならない。以上が記事の内容。ここからは試験になる。中共からすればこれは絶対に受け入れられない問題だろう。東アジアでの軍事バランスを保つ意味では米軍の台湾への駐留は最も効果的と言える。日本と台湾を結ぶ第一列島線に防衛線ができれば中共の太平洋への進出を防ぐことが可能となる。その上で在韓在日米軍沖縄駐留の航空部隊が移動し、米軍の核の傘の中に台湾を取り込めば強固な防衛線が完成する。これで沖縄の米軍基地負担が減少し、沖縄県民はもろ手を挙げて喜ぶはずだが、果たしてそうなるのだろうか。手のひらを返したように米軍の台湾への移動反対の大キャンペーンに打って出そうな気がしてならない。理想を言えば日米ともに台湾を国家として承認した上で現在進行中のクアッド構想に台湾を加え、より強固な同盟関係を築くことができればと思う。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利というもの。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、うわあ、これは中共が死ぬほど嫌がるわ、踏み込んだな、早めに駐留した方がいい、これはガチで戦争になるだろう、去年からこの話はチラチラしてたぞ、沖縄の海兵隊移転しよう、台湾に駐留すれば沖縄なんていらないよな、動かすのは半島にいる陸軍、防衛ラインになるからいる、アメリカ軍の台湾駐留で1沖縄問題解決、2中国への圧力、3台湾の自衛権強化、おいおいメリットだらけじゃねえかよ。中国を押さえつけるなら今だ。5年先ではますます難しくなる。今やらないでいつやるというのか。世界は注視している。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。